どうも皆さん、突然ライダーです。今日はゴールドウィング乗りの仲間とツーリングするために栃木県の宇都宮にやってきました。これから待ち合わせ場所に向かいます。今日の予定は仲間に案内されながら栃木から茨城、福島を巡る絶景とグルメを満喫するツーリングとなりますので、皆さん最後まで動画ご視聴よろしくお願いします。それでは待ち合わせ場所に向かって行ってきます。じゃあ皆さんよろしくお願いします。はいはい、やっぱね大変だな、1号車ってもうなんか行きたくなってきたですよね。先頭はやっぱり大変ですよね、後ろ脇が楽ですよやっぱ一番ケツが一番いいかな。さあパン屋さんですね、朝食を食べたいと思います。パン屋いいですよね。ね、いいですよね。これ絶対あのうちのやつ見たらパンずるいってまた言われちゃうな多分、パン大好きなんで。これで発酵パンなんてあったらもっと怒るんじゃない。ああそうですね発酵大好きだからなあれおしゃれじゃないですか、ちょっとプチトマトって書いてありますよ。ほらあ本当だ、おしゃれ。どこどこ、あはい、あの奥ですね。はい到着ですね。はい、はいしいですね。ああね、送ってあげると喜べますね。いや値段が安いっていうのはびっくりしましたよ。うん、見てびっくりした。300円超えのないんだもん。ね、本当にクロワッサン1個140円ですよ。いや安いっすね。あれ大きかったですよね。でかかったですね、クロワッサン。でかいんだもん。でかかった。いや140円は安いよね。ね。さあ今度はみんなでバイク神社ですね。安住神社で参拝に行きます。はい。あ。バイク神社、安住ですか。安住神社ですね。行かれたこと、はい、行かれたこと、先週来た。もう一回帰り。そうです。レンちゃん。じゃあ。びっくりしよう。いや私は久しぶりに行きますね。あなるほど。なかなか来ようかなと思っても行けてないんで。新宿とは違うんですね。はい。てるてる坊主のお守りを売ってる。そう。ああ、てるてる坊主ですか。そう、ヘルメットかぶってる。はい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 。これこれ。そうですね。あれ、持ってるんですか。持ってる。あ、本当だ。私、うん。お今日アヒロいてきてましたよ。怒られちゃう。アヒロはもういつもつけとかないだろ。でもこれだ。やっぱアヒロつけたら、あのほら、ホンダの受付で。若い子かわいいって言うんだもん見て嬉しくなっちゃった俺、若いのがさあこれかわいいあげようかなと思っちゃいましたよ。アヒルですか、アヒル。そうだろう見てそう、バカがおじさん見てかわいいって言われたんで俺も困ってますよ。そんなことじゃないのどうも俺じゃなかったみたいアヒルさんでした、アヒルさん。いやすごい大きな橋ですね。結構長いですよこれ。長い、本当だね、長いっす、長いっす、これ橋だけでこれ、橋1キロぐらいあるんじゃないこれ本当だね、この橋長いね。長いっすよね。川はないっすよね、川は短いっすよね、はい。この下はもう田んぼになってますよ、田んぼ、ね、うん、橋が高いんですね。橋が高いんですね。いや、久しぶりの安住神社なんで、本当楽しみですね。ねえ、これゴールデンウィークでは来たことないかもしれないな。あ、そうなんですか。私市民時だけですね、初めてですね。車が横転してて、安住神社の手前で。え、何が。車が横転して田んぼに落っこってて、それであの子供を助けたんですよ俺。
それ何、神社行くあそこの細い道？そうです、入ってすぐのところ、この田んぼに車落ちちゃって、もう横転しちゃってたんで、はい、それを助けたんですよね。おお、新聞載んなかったんですか？いや、特別何も言わずに。さあ、安住神社ですね、到着しました。OK ですよ。はい、行きますよ。ロゴショー OK です。はい、出発。優勝、優勝。無事お参りもできました。お参りもできました。今日は安心ですね。安心ですね。交通安全、安全で行きましょう。よいしょ。はい、さあ、それではこれから茨城県の高萩市ですか、秘密のスポット、はい、めちゃめちゃ楽しみです、秘密のスポット。それは秘密。昭和だ、昭和だ、昭和だ。さあ、それでは高萩を目指して行ってきます。おーい、私ワルキューレ20年乗ってました。ええ、ワルキューレに20年ですか。はい、え、そう、まあ、正確には、はい、正確には18年。え、走行距離は、走行距離は何キロだったんですか。いや、それがね、大したことなくて、8万ちょいだった。8万ですか。メーターを改ざんしてるから。犯罪、これ犯罪。犯罪ですよね。メーター交換、交換ですね、交換ですか。だから18年で13万キロってことですよ。ああ、乗ったのがね、 4年で7万キロになりました。7万超えましたもん、ね、すごいよ。俺5年でまだ5万ね。1万7千ですね。結構走ってますね。うわ、走る。そうですね、結構走りますね。じゃあどんどんあの新潟から出てきてくださいよ。そうですね。ねえ、ぜひ。さあ、じゃあどんどん出てきてもらおう。いやー、細かいグネグネが気持ちいい、これ。ねえ。いいですね。ねえ。いやー、楽しいな。やっぱこれぞバイクで走ると楽しいとこですよね、こういう道が。ねえ、いい道路ですよ。いい道路ですね。まあ、ケニーロードとも呼んでください。なるほど、なるほど。確かに、ケニーロード。そうだね、リーダーケニーさんだ、そうだ。そう、今日はケニーさんなんだね、リーダーが。ケニーロードで、じゃあ。はい。はい。ナイスです。命名しましょう。今度ケニー行くって。これがビーフライン。はい、ビーフライン。あ、これちなみになんでビーフラインなんですか。あの、なんか肉牛研究所が。あ、だからビーフラインなんですか。一、はい、回走ったことはあるんですけど、結局なんでビーフだったんだろうって思って分かんなかったんですよね。なるほど、ビーフライン。いいですね。なんか焼肉の匂いとかしたら最高ですね。なんかね、まさしく。ビーフラインのカーブ。よ。ビーフカーブ。ビーフカーブですね。ちょうどもも肉あたりのカーブですか。なるほど。これ、どうだ。え、バンクシーですか。偽物 Google マップで、はい、茨城バンクシーって打つとここもろに出てた。あ、今ね、今検索しても出ない。出ない。へぇ、なんだ、なんかね、消
されちゃったんだよね。ネット上からもなんかね消されてるの。つまりそれは本物だっていうことですよ。だから今日あるかどうかは行ってみないと分かんないです。いや、めっちゃ楽しみじゃないですか。それ本物のバンクシーですよ多分。じゃあ楽しみにバンクシーに行ってみましょう。さああるかな。どうでしょう。さあバンクシーロードですね。あれこれって住んでないんですかもうこれね。ああ住んでないですね。ほらもういないですね。あこれあこれ住んでないですね。おお。これいないですね。怖いですねこれ。ね。恐ろしい。おお怖いこれ。正面海ですよ。ここから砂利になりますね。はい。はい、それではね、バンクシーですね、到着しました。いやー、茨城のバンクシーすごかったですね。本物そっくりですね。まだありましたね。Google マップでも消されているそうですが、まだ残っていましたね。いやー、よかったです。ありがとうございます。はい、それではね、お昼ご飯をいただきに行ってきます。シェリーですかね。シェリー、いつになれば、俺は。こっちにも。よいしょ。おいしいですね。いやー、美味しかったっすね。うまかった。めちゃくちゃうまかったっす。いやー、ハンバーグ美味しかったな。じゃあ福島の塩谷崎灯台を目指しましょう。レッツゴー。多分これを越えたら、あの海の中に鳥居がないですか。海の中に鳥居が。あ、ありますね。これ越えたら福島県ですね。はい、はい、鳥居があるんだよね。福島県のいわき市ですね、はい、入りました。いわき、我が地元の福島県にやってきました。福島に来ましたよ。これで私も茨城終わっちゃいました。トンタッチ。はい、はい、マイクをお譲りします。譲ってないじゃん。さあここから海ですよ。わいいですね。いいですね。おお、まだこれこれで気持ちいいじゃない。風が気持ちいいですよ。もう全然冷たい。福島の海を思う存分見れてください。本当にツーリング日和ですね。本当に強い、はい、最高の日ですね今日は。はい、いや、まあまあ皆さん私のおかげですから。雨漏りしたくせに。雨漏りしたくせに。この海すごいっすよ、ほら。おお、これだ。この海いいですよね。はい、いいですね。何回来ても感動しますよ、ここは本当に。ねえ、ですよね。あ、海、潮の香りしますね。潮の香りしてきました。はい、これ、これね、潮の香りが、いいですね。ありですね、ありですね。潮屋崎灯台も綺麗ですよ、あの真っ白の灯台。ねえ、綺麗ですよね。はい、うわー、気持ちいい。あ、いいっすね。やっぱ塩の香りはいいわ。塩の香りがね。ね。あ、腕立て伏せやってます。腕立て伏せ。筋トレ。ま、筋トレしましたね。素晴らしい。この暑いとこ素晴らしいですね。この左側にひばりさんの記念碑がね、ありますんで。あ、これ。左側に。はい。このここにあります。はい。
いや美しい灯台ですね、塩谷崎。さあ塩谷崎灯台到着ですね。はい、じゃあ行きましょう。いやー塩谷崎灯台すごい綺麗でしたね登りませんでしたが、これはこれですね、いわき震災未来館ですね。はい、未来館ちょっと回っていきます。やってみましょう。はい、はい、よいしょ。はい、震災未来館ですね、到着しました。はい、オッケーです。オッケーです。よいしょ。おいおい。バイク、写真撮ってますね。ああ、いや、やっぱバイク乗ってて楽しいな。楽しいですね。最高ですね。これだけはやめられない。やめられないわ。贅沢な、贅沢な遊びですけどね。はい。ですよね。ね、二人しか乗れない寒い暑い暑い、でもやめなでもやめられな、まあ、俺も絶対バイクなんて乗んないだろうなと思ってましたけどね、人は変わるもんですねやっぱりねだから女性ライダーが増えてるじゃないですか。はいはいはい、今ね、はい、だからその女性もやっぱこうやって楽しみを知っちゃうとやっぱ離れられなくなるのかな、うん、まあそうですよね、だってうちの妻もやっぱバイク楽しいって言ってますもん、はい、乗るんだもんね、はい、なんでそうですね、本当にね助かってますね、だから助かってるっていうのがあるんですよ遊ぶのもね、互いに、はい、なんかね、共通でね、二人して同じことができるっていうのはいいですよね、いや、本当ね、ありがたいですよね、はい、皆さんもぜひ奥様にあのバイクの免許をおすすめしてください。いや、宇治はもう台はダメだね、宇治も年齢的に引っかかっちゃいますねもうダメです、ぜひぜひさあ、じゃあこれから福島空港ですね、はい、はい、じゃあ最終の福島空港を向かって行ってきます。はい、さあ空港まであと2分2キロですよ、はい、もうそんなもん来たんですね、はい、お別れの場所が近くなった、お別れの場所が近づいてきましたね、寂しい、でもこういうところに福島空港ってあるんですよ、ねえ、思えますこれ、これどこが空港なの、ね、びっくりしますよねやっぱり県外の方だとこの辺でね、あと 600m とかって、ね、どこにあんのと思って、はいはい、こう行ったら、はい、あったあった、はい、一応あの見えてきましたね、福島空港左側に、ああ、タワーみたいな見えるんですよ、はい、そうですね、サセット、はい、急にこう出てくるんですよ、突然現れるんですよ、ね、はい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 、はい、はい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 、それではね、福島空港に到着しました、はい、
さあ今日はですね、ゴールドウィング乗りの仲間と、栃木県の宇都宮でね合流して、それから茨城、福島、まあ、いわきから、須賀川とね回ってきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。本当にね、1日あっという間に過ぎてしまいましたね。実はですね、今回のツーリングは、まあ、ゴールドウィング乗りの、ね仲間がですね、まあ、私がいつも一緒に走るときは遠くまで、ね、行って走っているということで、今回はなんか私の、ね、地元の方に近い方でツーリング企画を組んでいただいて本当に感謝ですね。ありがとうございました。いやー、こうやってね改めて考えてみると、本当にバイクに乗るようになってからね、いろいろな方と知り合ったり、またねこうゴールドウィング乗りの仲間とね知り合えたっていうのも本当にありがたいし嬉しいですね。いやー、今日のツーリングもね、美味しいグルメと景色と最高な一日でした。ということで今回の動画はここまでです。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。この動画を見てよかったら高評価やコメント、それからねぜひ皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。今日はこのね福島県の夕暮れ時の景色の中でお別れしたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。それではまた。動画ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。